リクビールにあるウルリヒの記念学ウルリヒはビ、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルクシュトゥットガルト博ウルリヒ5世の次男である、メンペルガルト博ハインリヒと、その最初の妻でツバイブリュッケンビッチュ博家出身のエリーザベとの間の一人息子として生まれた。母は、ウルリヒの出生の10日後に亡くなった。ウルリヒは、出生時の洗礼名を、アイテルハインリヒと言ったが、 献身令に際してウルリヒと解明した。1498年に、おじのビュルテンベルクコエーバーハルト2世が神聖ローマ、皇帝マクシミリアン1世の作望で廃位されたとき、わずか11歳だった老いのウルリヒが後継者に指名され、1503年には、皇爵としての申請を開始した。ウルリヒは後ろ盾である、マクシミリアン一世に付き従い、1504年には、 バイエルン公国で起きたランツ風と継承戦争に参加。1508年にはマクシミリアン一世による不守備に終わったローマ遠征にも随行した。また1513年には皇帝軍と一緒にフランスに侵攻している。一方、ウルリヒは両国ビュルテンベルクでは非常に不人気な異性者だった。公爵の贅沢のせいで公国では 大幅な増税をせねばならず、領民たちは、ウルリヒの強引な税の取り立て方法に不満を募らせていった。1514年、ついに貧民、コンラートの乱と呼ばれる、農民一揆が発生したが、ウルリヒは、両方盗賊に対して上納金を支払わせる代わりに、重要な政治的情報をしたため、一揆はすぐに鎮圧された。 他方、ウルリヒとシュバーベン同盟との関係もひどく険悪な、もので、一騎鎮圧後のウルリヒは、シュバーベン同盟との交渉に巻き込まれることになる。1511年、ウルリヒは、バイエルン公アルブレヒト4世と、く二軍での娘で、マクシュミリアン1世の名でもあるザビーナと結婚した。この結婚は完全な失敗で、ウルリヒは、ハンスフォンフテンという騎士の妻を愛人にし、 1515 15年には、抗論の末に、フッテンを殺害した。フッテンの死は、ウルリヒに対する、親民たちの不満を、さらに増幅させた。一方、妻ザビーナは、おじのマクシミリアン一世と弟のバイエルン公ビルヘルム四世の手助けで暴力を振るう、夫の元から逃れようとし、ウルリヒは二度も、帝国追放令を受けた。 1519年7月に、マクシミリアン一世が死ぬと、シュバーベン同盟はついに、ウルリヒとの戦争を起こし、ウルリヒをビュルテンベルクから追放した。同盟は、その後、ビュルテンベルク公国を新聖ローマ皇帝カール五世に、売却した。ウルリヒに仕えていた、キッシュゲッツフォンベルリヒンゲンは、シュバーベン同盟と戦うも敗北、ハイルブロンに監禁され、後に、 カール五世に仕えた。亡命者となったウルリヒは、スイス、フランス、ドイツ諸国を放浪する日々を送り、追い剥ぎをしたり、フランスをフランスは一世に仕えたりして暮らした。しかしウルリヒは、ビュルテンベルクを奪還する希望を捨ててはおらず、1523年頃には、福音派に改修した。復権の機会は、ドイツ農民戦争の発生と共に訪れた。 仮想階級の味方を装って、品農、ウルリヒなどと署名をするウルリヒを、かつて、ウルリヒ自身の課した重税に苦しめられたことなど、忘れていた農民たちは、喜んで迎えた。1525年2月、フランスやスイスから金と兵士をかき集めたウルリヒは、ビュルテンベルクに攻め込んだが、スイス傭兵は、パビアの戦いで、本来の雇い主である、フランソワ一世が、 捕虜になったと知ると故国に帰ってしまった。農民軍も全く当てにならず、ウルリヒは数週間後には撤退、逃亡した。放浪生活の間、ウルリヒは、ヘッセン伯フィリップ一世と親しい友人になった。ウルリヒの復権は、ヘッセンホーハクフィリップの力で実現するのだが、この復権劇は、ドイツ宗教改革の政治史においてある程度の役割を果たした。 フィリップは1526年に亡命中のウルリヒを復権させたいとの宣言を出し、これにこうして、フランスをフランソワ一世とフルドリヒツビングリもハプスブルク家に対する総攻撃のチャンスとみて、これを支援する意思のあることを示した。しかしその他にも様々な障害があり、フィリップが実際に行動を起こしたのは1534年になってからであった。 1534年1月、フランソワ一世は、ウルリヒの復権計画に対する支援を、はっきりと約束した。また、シュバーベン同盟も、この時期に、ようやく解体した。ウルリヒとフィリップによる、復権の正当性を主張する宣言文が出された後、4月に2人は、ビュルテンベルクに進行した。カール五世と弟のローマ王フェルディナントは自分たちの、 配下の大官に対しわずかな軍勢しか送り込めず、5月13日のラウフェンの戦いで、ハプスブルク軍は決定的な敗北を喫した。その数週間後にウルリヒはついにビュルテンベルク港に帰り咲き、6月にカーデンで講和条約に関する交渉が行われ、ローマをフェルディナントはウルリヒをビュルテンベルク港として認めるが、 ビュルテンベルクはオーストリア大公国の総主権下に置かれることが条件であった。ウルリヒは条約の内容に不満があったものの、ヘッセン砲白、フィリップの懇願に屈してカーデン条約に調印した。福井したウルリヒはマルティン・ルターとツビングリが唱える宗教改革派の宗教信条を領民に押し付け、広める政策に専念した。多くの修道院が破壊され、 没収された、教会財産は、公爵の貧しい国庫を大いに潤した。ところが、ウルリヒは再び領民に重税を敷いたため、一時的に獲得した人気も失った。1536年、ウルリヒは、シュマルカルデン同盟に参加したが、指導者の一人である、ヘッセンホーハクフィリップのカール五世を失墜させようとする目論みには、賛成しなかった。 シュマルカルデン戦争中、ウルリヒの軍隊は皇帝軍と戦ったが、ビュルテンベルクにひどい災難をもたらすことになった。ビュルテンベルク公国はすぐに皇帝軍に占領され、ウルリヒは1547年にハイルブロンの講和条約に合意せざるを得なくなった。この条約において、カール5世は、ウルリヒを再び敗位させてほしいとするローマを、 フェルディナントの望みは無視し、ウルリヒが今後も広告を統治することを認めた。しかし、カール5世はウルリヒに多額の賠償金を支払うこと、広告内のいくつかの要塞を破壊すること、そして、ウルムにおいて皇帝の前で単願を行うことを要求した。結局、1548年5月にアウクスブルクで、 ハイルブロン条約の仮条約に調印をさせられた、ウルリヒは1550年11月に、シュービンゲンで死去し、一人息子のクリストフが後を継いだ。妻ザビーナとの間に一万一条を設けた。ありがとうございます。